こんにちは、シングルだって巡り会えたんだと。ヒットだけでなく、コンサートや芝居、さらには新グループオーディションの開催など活躍中の純烈。11月22日には新しい DVD、純烈の箕面温泉、スパーガーデンで会いましょうが発売されます。そんな純烈ですが、メンバーの一人である白川裕次郎さんが、11月2日に自身の X で一部のファンへ苦言を呈したことが話題となっています。今回は、純烈とファンの関わりについて白川さんの投稿を中心にまとめるとともに、純烈の最新情報もお送りします。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。まずは最新情報から。2017年、純烈の健康センターで会いましょうからスタートした銭湯ライブシリーズの第4弾が DVD ブルーレイになって登場します。純烈が主戦場とする銭湯ライブの今回の舞台は大阪箕面温泉スパーガーデン。純烈の箕面温泉スパーガーデンで会いましょうと題し、ファンとの距離も近く、熱気あふれる温泉でのライブを昼夜2回公演、全20曲収録、岩永宏明さんが新加入し、新体制となった純烈では初の DVDブルーレイです。価格は DVD が5000円税込み、ブルーレイは6100円となっています。メンバーの副音声も収録されています。気になった方はぜひ購入してみてください。続いてはサンスポのインタビューから。純烈が高麗人参を使用した健康食品準備健烈をプロデュースしていることをご存知でしょうか。皆さんが元気じゃないと純烈も成り立たないですからとリーダーの酒井さんは話します。どういう経緯で生まれた商品なのかインタビューで語っていました。昨年末の NHK 紅白歌合戦をもって小田井涼平さんが卒業。1月から同じ所属事務所で特撮出身の岩永宏明さんが加入し、新たなスタートを切った純烈。やっぱりビジュアル面が格段に良くなったんじゃないかな。進化した部分を問われると酒井さんが穏やかな表情で即答。続けて白川裕次郎さんが LDH 感がすごい、同じヒゲでも全然違いますからねと男前の新メンバーと小田井さんを比較し、4人で笑い合いました。公演だけでも約250本をこなしており、岩永さんは想像していた以上に忙しい、本当に休む暇がないと驚きますが、16年続くグループに入るわけですから積み重ねていくしかないですねときっぱり。先輩たちも優しくうなずきます。今年は一緒に年を重ねている。ファンのために健康食品を生み出しました。高麗人参の中でも最も貴重とされる6年根の香人を使用した発酵香人ゼリー準備健烈です。皆さんに健康で純烈を楽しんでもらいたいから、何か恩返しができないかと考えて高麗人参を使った商品を作りました。手にした香人を見つめながら酒井さんが経緯を語ります。高麗人参は紅白が決まった際にファンからプレゼントされるなど縁のある食品。プロジェクトが始動したのは3年前で、開発にあたっては原産国である韓国の農場や研究所を訪問し一から勉強したと言います。完成までは試行錯誤の連続でした。後上翔太さんは、ようやく口に苦しではないけど最初は苦味が強かったと言い、ザクロやベリーの風味を足すなど食べやすさを追求、何度も試作し、グループラインでどうってディスカッションを重ねましたねとこだわりを語りました。ファン高校のために作った健康食品ですが、今やグループにとっても欠かせないアイテムになっているのだとか。後上さんは代謝が上がって調子がいい、白川さんは
化粧のノリが良くなる。年を取ると油分がなくなって肌がカピカピになるんですけど、潤いが続いている。岩永さんは翌日の疲れの取れ具合が違う。明らかに軽くなった。酒井さんも収入が上がりましたね。睡眠の質が上がり、起きるのも苦ではなくなる。仕事が充実して結果的に収入が上がると、それぞれ効果を実感しており、これがなかったら乗り越えられていないかもと口を揃えて話しました。ファンの皆さんと健康で長生きして、これからも一緒に歩んでいきたいと思います。酒井さんはその言葉でインタビューを結びました。ここからは一部ファンとの関わりについてまとめていきます。過激なファンについては2019年にも酒井さんがワイドナショーの中で話していました。スタジオではプロ野球中日ドラゴンズの応援歌のお前問題についてのトークから、純烈はファンに対してどう呼びかけているのかという話題になりました。酒井さんによると、イベントでは興奮したファンがメンバーに押し寄せることがあり、最初はお客さん座ってねなんですけど、それでもうわーっと来るんですよ。まあお母さんほんま落ち着いてって言うんですけど、もうええ加減にせえっていう時は、座れおばはんババアって言いますよとババア呼ばわりすることも話しました。純烈は銭湯や健康ランドでのコンサートでファンと交流を続けてきた。銭湯アイドルでファンとの距離がとても身近なのが特徴。 MC の遠野浩二さんからお尻を触ったりする過激なファンの存在について聞かれると、最初メンバーは怒ってたんですよ。楽屋でメンバー激切れしてたんです。俺以外のメンバーは全員やってられるか、あのババアまた触りやがってってと、やはりファンがメンバーの体をしばしば触っていたと暴露しました。しかし盛り上げてるのは俺らやし、50代とか30代の人がそういうのやるんやったら注意していこうと。でも70代以降の人はあと10年20年で死ぬやないか、それでもう許したれやと、純烈の独特の流儀にスタジオの出演者は笑っていましたが、このようなファンによる接触行為について酒井さんは、男女で逆ですよね。おじさんが指原さんに来たらこれはもうあかんけど、おばちゃんはまああかんのでしょうけど、こっちでまあなんとかジャッジはできるっていうかと見解を述べていました。それから4年が経ち、2023年11月2日に白川さんが自身の X に思いを綴ります。ファンの方のところに握手しに行かせてもらってるけど、カメラ構えながらってのは拒否してるってことなんでしょう。おいらは目を見て握手したいんだが、どうやら一部の過激な客に困っている様子でもって、握手しに行ってるのになんでおけつをおばちゃんは触るんだろう。目の前に魅力的なヒップがあるからかもしれんが、嫌なもんは嫌なんだよねとユーモアも一部交えつつ、握手中に自身の尻をタッチされることへの嫌悪感など切実な思いを綴りました。握手の際にカメラを向ける心理について、ファンは推しを一番近くでカメラに収めながら握手もしたいと説明しながらも反省。一方でヒップを触るマナー違反、いや犯罪は撃退してほしいです。素敵なヒップはわかりますが、お触りはやっぱり NG ですよ。お尻を触る失礼なこと、常識がないというか品のなさ、このポストで皆が気をつけてくれますようにと憤りを訴え、セクハラ撲滅を願う声が寄せられていました。これを機会に我が身を顧みるファンも多いことでしょう。メンバーが気持ちよく握手できるよう気をつけて楽しんでいきたいですね。
今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。